カナノアデスピン。今回ですね、今流行ってるあれですよ。何ですか？じゃがアリゴということで作っていきたいと思うんですけど、ただ作るだけじゃなくて、やっぱチーズといえばレインボーじゃん。だからレインボーにしちゃわないって思ったわけですよ。はい、じゃあ早速作っていきましょう。オン、オン。今回、まあこれもメインです。メイン。じゃがいも。なきゃできないよ。サラダ味はまあみんなやってる。うん。このサラダ味通常バージョンと今回ちょっと味をね変えてみようかなと思ってたらこバターを買ってみました。絶対美味しいやつ。美味しいよね。でまあやっぱチーズですよ。チーズ。あのなんかとあの虹色にする食紅たちです。食紅たち。今回は赤、緑、青、黄色を使いたいと思います。やりたいと思います。じゃあやっていきます。やっていきます。そして今お湯がねないといけないんでお湯を沸かしております。チーズを裂きます。入れちゃうよ。お湯をじゃあ入れる。うん、お湯少なかった。じゃがりこがふやけるまで待たないといけない。じゃあ3分ぐらい待ちますの。携帯貸して。いいよ。虹色の方3分測ります。スタート。はい、じゃあもうすぐで、まあ、この虹色の方もできるんですが、そのこれをねその混ぜる間にこっちのノーマルの方もお湯を入れて3分ふやかしたいと思います。入れます。おお、ちょうどぐらいじゃない。あー、シャンプーがあります。じゃあその間に虹色の方進めていきます。これ電子レンジで温めちゃダメなのかな。え、いいんじゃね。温めてます。いや、私もちょっと温めようかな。温めるの当たり。チーズ伸びてる。いい感じ。温めるの正解。もし混ぜすぎちゃったら温めましょう。みんな赤入れた。ただ黄色入れようかな。はい。で、とりあえずできた。できた。じゃーん。青、黄色、緑、赤。赤でーす。で、これをね、容器に入れていこう。え、ちなみにさ、こっち側どうなんでしょう。もともと塩っ気があるお菓子だから、あ、塩とか入れなくても全然美味しい。美味しいよね。なポテサラみたいな感じだけど美味しいね。めっちゃ美味しい。じゃあ問題し見て。え、超食べんの怖いんだけど。なんかいただきます。チーズが溶けきってない。うん。こっち失敗よね。まんまチーズ。はい、はい、今回はこんな感じでジャガーアリゴを作ってみました。じゃーん。まあノーマルは結構成功だよね。成功したね。これリアルに成功したから。成功だと思う。虹色は味が薄かったのと、あ、薄かった。チーズが溶けきってなかった。みんなはちゃんとなんかまともに作ってください。こっちが成功例なんで。ぜひ皆さんこちらを目指して目指して頑張ってください。頑張ってください。はい、今回はこんな感じで終わりです。終わりです。いいねとチャンネル登録お忘れずに。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。